ABBB、A ユニットを連結した50連のエンド回7、BNSF 鉄道のエンド GP60 バイト。B ユニットとは、主に北米において、運転室を持たない、電気式ディーゼル機関車を有。う。運転室のある A ユニットにより総括制御される。ブースターユニットとも称される。エンジンを持たずに走行用モーターのみを持つスラックとは、異なる。 鉄道事業者が B ユニットを発注する理由の一つに、運転室のある A ユニットに比べて価格が安いということが挙げられる。無塩化のためにディーゼル機関車が使用され始めた当時には、鉄道事業者は蒸気機関車1両を置き換えるために、ディーゼル機関車のユニットを1組購入するといった形をとっていた。必要な出力を得るためには、 機関車の数を適宜変更して対応すればいいというようなディーゼル機関車の特徴をまだ理解していなかった。ディーゼル機関車は3両、ないし4両一組で運転することが前提だったので中間の車両に運転室がないのも当然だった。そのため労働組合においても B ユニットは運転士の合理化につながるので反対であるというような議論はなかった。また、 旅客列車を牽引するにあたって、美観上、運転室のない B ユニットが客車と連結されれば、側面の平面が揃い、編成日が保たれるという考えもあった。カンザスシティサザン鉄道のエンド F9 バイトユニット B ユニットは、キャブユニットが製造され始めた1930年代から1950年代にかけて盛んに製造された。 フードユニットのロードスイッチャーが製造されるようになった、ここ40年ほどでは、B ユニットの製造はわずかである。鉄道事業者は、運転室のない B ユニットは、運用上の柔軟性に欠けると考えているからである。ロードスイッチャーの時代になっても、B ユニットを発注していたのは、アメリカ西部に路線を持つ、鉄道事業者で、ユニオンパシフィック鉄道、バーリントンノーザン鉄道、 アッチソン・トピカ・アンド、サンタフェ鉄道などである。アツフでは、エンド GP60 バイトを1991年に発注し、2005年現在でも使用している。もっとも、これらは操車場における機関車の無線操縦の実績を踏まえて製造されたものである。F3 から401バイト号。A ユニットから B ユニットに改造例 A ユニットを B ユニットに改造したものもある。 運転室は撤去されるか、窓を閉鎖され、重要でない部品は撤去されている。その程度は、鉄道事業者によって異なるが、大抵の場合は、速度計、記録計、ホーン、ヘッドライト、トイレ、暖房装置などが取り払われる。これらの改造は、A ユニットが衝突事故で運転室部分を損傷した時に、費用のかかる運転室の修復を省略して、 行われるることがあるまた、稀なケースとして B ユニットに運転室を設置し、A ユニットに改造することもある。シカゴノースウェスタン鉄道は、1970年代にユニオンパシフィック鉄道からエンド E8 バイトを数量を購入して改造し、その角張った運転室はクランドールキャブと呼ばれた。また、アツフは4両のエンド GP7 バイトに運転室を 装備して GPQU とした。イリノイセントラルガルフ鉄道は、アップのエンド GPQ バイトから GP11 を、アップのエンド SD24 から SD20 を改造で完成させた。列車の運用の都合上、B ユニットが列車の先頭となるケースがあるが、B ユニットが先頭になると、運転士はその G に連結された機関車から、B ユニット越しに前方を見なければならず。 視界が非常に悪い。B ユニットから A ユニットへの改造は、それを避けるためになされたものである。最近では、2010年に GP60 バイトが A ユニットに改造された例が存在する。運用中のサンタフェ鉄道所属の f t 4 0連。B ユニットが2両連結されているが2両目は、簡易運転装置が設置されているため中央部に、 丸窓が4つ接近して並んでいる他にもう1枚が付いているが3両目はついていないため丸窓が4枚のみ B ユニットは運転室を持たないが B ユニットを単独で動かす必要もあるそのために車体内側に簡単な運転装置を備えているものとそうでないものがある前者の場合運転装置がある場所には車両によってはその脇に窓を備えている 例えばエンド FT の B ユニットは、車体側面に4つの丸窓があるが、右側にはさらにもう1つの丸窓があり、そこに運転装置を備えていた。これらの運転装置は、操車場や車両工場の構内で作業員が操作するために使用される。この種の作業員は、本線での乗務はできない。後者の場合、操縦用アタッチメントを装着することもあるが、A ユニットと、 半永久的に連結されているため分離せずに使用する。前者をブースター、後者をスレーブと呼び分けることがある。鉄道車両メーカー別のリストである。下記のリストにはエンジンを持たないスラックとスめる。2両で1組と考えるカウカーフは含まない。ニューヨーク地下鉄の R8A は B ユニットである。ありがとうございます。